もうすぐ式典が始まる。前にあった場所まで来てくれ。屋台のそばね。とにかく面倒事は避けてよ。N54 ニュースジリアン・ジョーダンです。さて、まずは最新のローカルニュースから。惨劇となったアラサカ社襲撃事件の発生からもうすぐ54年です。2023年ナイトシティに激震が走りました。アラサカ社ビルに仕掛けられた戦術核兵器が爆発では1万2000人が死亡し、また緊急部隊に B 来たか。あら、もし何か思い詰めてるなら24時間やってるホットラインに相談しても。笑えない冗談だ。パレードはもう間もなく始まる。岡田さんにもらったデータを調整してみた。 B、 お前も確認しておいてくれ。まず例のウイルスだがうまく機能してくれた。正直なところ予想以上の働きだと言ってもいい。すでに目と耳はそこら中にある。早速この近辺にある監視カメラを確認して狙撃手の位置を把握しておいた。相手は3人、全員を無力化してくれ。俺が撃たれる前にな。連中への対処の仕方はいろいろある。一人目は距離も近いしおそらく問題ないだろう。二人目は少々厄介で上に登らないといけない。そして3人目は通りの上の歩道橋内に隠れている。俺たちはここ、花子様の脱出はここで止まる。最後の脱出に使う非常口はそのすぐそばにある。この複数のポイントからパレードの様子を見渡せるが、狙撃手はもっといい場所に陣取っている。奴らに見つかったらバーン、一巻の終わりだ。とはいえ俺の役目と比べれば気楽なもんだろう。何せこっちは出しに飛び移って窓から侵入し花子様と対面しなきゃならない。一番心配なのは最後の部分だ。作戦は理解したな。準備はいいか。待って、問題が起きた時のプラン B はないの？聞くまでもないだろう。あらさかにしてみれば俺は劣気とした反逆者だ。そんな奴が CEO の妹と直接接触しようとしている。代替案など存在しない。必ず成功させるんだ。ええ、そっちこそ準備はいいの？何を言ってる。俺が立てた作戦だ。でもずっと無視してきた問題がある。お友達の小田よ。心配するな。小田は誇り高い男だ。俺を襲うような真似は絶対にしない。でもあんたが花子の前に突然現れたら。うん、確かにその状況では体が反射的に動く可能性もあるな。ね、まだあいつより早く動けることを祈るのみだ。じゃあね、ゴロ。
出汁が動き出したようだぞ。慎重にやらないとすぐ荒坂のドローンが来る。荒坂の制服を着たネットランナーも見かけた。女だ。どこかに隠れて。了解。いつでも始めよう。花子様が乗った出汁が現れる前に全ての狙撃手を叩くんだ。サブロー、企業文化に喝采を送る民衆とその恩恵をこれっぽっちも享受していない君とのコントラストを表現するんだ。さあ見せてくれ、どちゃくそ芸術的なコントラストを。おい、こんなとこで何してる。司会さん、もうすぐ司会に入るはずだ。背後を警戒せず群衆を見ている。つまり好きだらけ。ああ、そうだ、足を強化したい。出どころはならいい。いつやれそうだ。それで頼む。全ユニットにセクター 3C で怪しい動きを検知。風船台の横にヒゲ面の男、対処しろ。位置につけ。2階上のバルコニー、赤い服の女、武器を持ってるようだ。撃つな、繰り返す、撃つな。持っているのは双眼鏡。男の方は確保しろ。防具ならよく知ってる。アダムクソスマッシャーだ。あんたを殺した男ね。男？人間と呼べるかも怪しいぜ。だが正直言ってくれてよかったよ。どうして？復讐相手のサブローはすでにオダブツだ。代わりに叩きのめす相手がいないとな。叩きのめす相手をするのは私でしょ。まあそうだな、悪かった。引き金は任せるしかないんだ。
メンテナンス用の区域へ行ってみろ。そこから上に登れるはずだ。手違いでお前をはめようとしてるんじゃねえか。うわ、落ちるかと思った。慎重にやれ、周りに気づかれるぞ。ほらな、どうにかして降りるしかない。気をつけろ、その調子だ。焦るな、こんなところでお前に死なれては困る。降伏しろ。敵はすぐ近くだ。見えたら始末しろ。なんだ。標的を排除、遅れってとこ。よくやった。部屋の奥に階段に続く扉があるはず。これが次の狙撃手の最短経路だ。行け行け行け。奴は高所に陣取っている。また連絡する。B、また織田だ。聞け。総集の安全が保証できないと通告するんだ。そう、彼女は退避する。今すぐだ。この手のことで、あなたの代わりに俺の命と妹の命、どちらが大切か、ボスに聞くんだな。何も騒ぐ事態ではない。通信終わり。聞いたか、奴らに感づかれているかもしれない。急ぐんだ。諦めろ、逃げ道はないぞ。武器を捨てて姿を見せろ。
撃を受けてる、うん、攻撃を受けた。大丈夫だから。舐めやがって。メンテナンス用の区域へ行ってみろ。そこから上に登れる。応戦する。もしそれがダメなら、右手にある歩道橋を使えばいい。出汁の下の噴出口に注意しろ。頭を丸焦げにしたくなければ、姿勢を低くするんだ。出てこないと警備員を呼んで引っ張り出すぞ。
境に敵兵を発見。狙撃士の持ち場近くにある工事中のマンションの中に隠れている。了解、すぐ向かう。やば。銃を引いたぞ。今だ、B。リンクを抜け。疲れたでしょ、休憩。遅かったわね。Thank you.
不安の種は残しておけない。後でまた命を狙われるかもしれないでしょう。このことは絶対に忘れないからな。とにかくこれで行く手を阻むものはなくなった。計画を進めるぞ。オーケー、出汁のシステムに入った。花子は中よ。何をされている。通信を試みて。聞き耳を立てる。警報の解除も忘れないでくれ。出ないと俺が入れない。危険だと警告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。それはあなたの弱さのこと。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、パナコ。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴロ、システムを無効化した。今しかない。お父様。花子様、あなたはお許しを。どうか話だけでもお聞きください。お父上は父のことを口にしない。これが俺にできる最後の務めなのです。三郎様の死の真実を明かすことが。花子様、無礼を働きたくはありません。しかし、フィー、逃げろ。ちょっと、嘘でしょ。打ち上がったのか。何したにしても最悪にまずいってこと。だから信用できねえって言ったんだ。好き勝手させるなとな。今のところはね。一体何考えてるの。説明してる時間はない。落ちよう。どこにいるの。ワイン通りにある廃墟になったマンション。部屋は303号室だ。4階ノックしろ。急げ。押しつぶされるところだった。髪乱れてない？撮影始めるけど。
あなたの雇い主。